キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今回は2026年 WBC、はい、もう3年後です。はい。今回選ばれてないけど2026年選ばれるんじゃないのか選手、はい、ピックアップです。おお。だってもし仮に本当だったら2021年だったわけ、はい、WBC は。そうですね。だから、うん、この2年伸びたことによって幸せになったやつも不幸になったやつもいる。で入った人とあの時だったら入ったのにっていう人もいるわけですね。だからもし21年だったら、うん、今回で言うと、まあ、佐々木朗希、宮城、うん、宇田川湯浅、はい、で伊藤大海、牧、高橋奎二、高橋宏斗、うん、多分中野、うん、そうです、ヌートバーは 100% 選ばれてない、ね、そうですね。私今年結構代表若いですもんね、うん、そうそう。あとはもうプロにも入ってないしね、はい、だから逆に言うと、だから2021年の東京オリンピックのメンバーが、うん、本当だったら主戦場だったと思う、はい、だからこの2年伸びたことによって、うん、人生バラ色になったやつもいれば、うん、優勝するかどうかは別として、うん、WBC 日本代表称号が与えられなかった選手もいるっていう、うん、だからこの2年もあれば大きく変わるから、はい、今度26年、まあ、誰が外れるっていうより、うん、この選手入ってくるでしょう、全球団、投打にわたって1人ずつみたいな、はい、予想ですね。そうだからまあ、うん、日本ハム、まずは、はい、日本ハム2026年入ってくるとするならば、はい、やっぱこいつちゃうかっていう。誰ですか？上川畑。おー、佐藤さんめっちゃ推してますね、上川畑選手ね。ショートがいないんだよね、うん、まず全体的に。あ、確かにそうですね。そう、あの、うん、今のプロ野球界にショートが人材なんだわけよ、うん、全体的には。今もう源田選手が本当になってるって感じですね。そうそう。でしかも上川畑、うん、3年後29歳だからね、はい、うん、ってなったらまあまあ一番油を乗り切った時じゃないのかっていうと、うんうん、いい感じでいけばショートが人材なんだから、はい、うん、ひょっとしたら上川畑は、はい、うまくいけば3年後入ってくるかも分かんないし、うん、もちろん今回の高橋宏斗みたいに、はい、今アマチュアのやつが来る可能性もあるから、うん、そこら辺は一概に言わないけども、日本ハムだったら一番可能性あるんちゃうかっていう。もう野手では、うん、でピッチャー、うん、ピッチャーはね、そうだね、2026年、はい、可能性ある、考えた時にこれ見てないけど矢沢くんとか出てきてほしいですけどね。そうだね、うん、ポジション的に考えると年も年齢も考慮しなきゃいけないからね、うん、そう考えるとうまく育てば北山だね。あー、パワーピッチでフォーク系って考えたら、はい、うんうんうん、あの1イニング全力でって考えた可能性あるね、はい、そうですね、27歳だしね、うん、年齢的にもちょうどいい。え、もう27なんですか？あ、そっかそっか、そう、3年後ね、3年後27、うん、ちょうどいいですね、うん、で続いてロッテ、はい、これ一人ずつだからね、はい、全員上げ出すと切りないから、ね、そうですね、うん、ロッテ、はい、ロッテ誰やろな、これあの野手ですか？野手、まあ大爆発して山口選手じゃないですか？そう、そうだね、うん、まあ、山口か入れやすいのはもう高部だけどね。まあ、足使えるしとか、うんうん、まあ、高部だね。高部選手ですか、うん、可能性あるとしたら入れやすいことと、うん、はい、だって今回も結局外野がほぼ選べてないのと、うん、あの外野が年が上になっていくから若いの入れやすくなるからね、はい、でそうなってくると足もあって、まあ、うまく最多安打とか取っていければ高部の可能性あるね、うん、でピッチャー、はい、こっから思い切って成長すれば種市だね。おー、そうですか。アメリカではトミー・ジョンしてからが勝負って言われてるからね。へー、まあ、今季しっかり1年間保てて、はい、しかも行ったからね、未来侍で、うん、で最初バタバタしたけど抑えてるからね、うん、でうまくはまれば種市、はい、3年後27、いいね、うん、そうですね、サポートメンバーで行ってたんですね、うんうん、そう、うん、未来侍だから。その未来侍って言葉の分かんない人いるじゃないですか。いや、全員知ってる。知ってます、うん、ほぼほぼ。本当ですか、うん、なぜならあのアマゾンプライムビデオでしか独占放送だったから、はい、侍ジャパンの試合見た人は、はい、アマゾンプライムを見ない限り見れてないから、はい、ああ、そうなんですね、うん、だから見てた人はほぼほぼ知ってる、はい、だ知らない人は多分見てないんだよね、うん、知らない人はね、ここにいるかもしれないですから。そう、だから未来侍だから、ね、未来侍だから、はい、
俺かなりこの侍ジャパンで名言作ってるからね。他何言うの？源田の1ミリでしょ三笘の1ミリとかけてそうそう、はい、あれメディアで一番最初言ったのは俺だからね。あ、そうなんですか。そう、試合中ね。へー。であと伝説になれ村上でしょ。あ、見てないんだね、Amazon プライム。私あれなんですよ、ああそっか、あれ言ってたもんね、ニコラマとかね。はい、アマゾン、もう伝説になれ村上はもうめっちゃ名言として、はい、SNS 上話題になってた。おあと源田の1ミリはもうメディア勝手に使ってたけど、はい、うん、SNS から派生して、いや俺だからっていう。すごいじゃないですか、そのそうなのよ、はい、ただアマゾンプライムだから、アマゾンプライムの社長かなんかの会見では、うん、はい、トレンドにも乗るぐらい話題、のワードも出てみたいな感じで言ってたけど、はい、うん、音楽、そうなんていうの、映像が地上波にないから、はい、地上波は使えないだけなの。ああ、そう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 。あれは本当にすごかったですもんね。うんうん。うん、続いて、はい、楽天。はい。楽天野手、うん、可能性ある選手で言えば、はい、います。今調べてる。今若いのがいないからね。武藤選手とか黒川選手とか守備のバランス考えて辰巳選手守備はピカイチですよ。守備ピカイチだとマルチポジション守れないと無理だ。あ、そうか、確かにな、ユーティリティじゃないとなのか。そうやな、もう黒川大爆発するしかないな。うーん、野手だと。そうですね、野手だと黒川だね、感じ的に言えば。今21歳、3年後24歳。ピッチャー、はい、ピッチャーはもう完全宮森だね。うーん、まあ、今の成績を見ればそうですね、うん、3年後も24歳、いい感じでいければ、はい、ね、長身でもあるし、いい形でプレー。それも27ですね、今24なんで、うん、はい、だね、楽天は、はい、続いて、はい、西武野手もう超期待ですごくなって昼間だね。あ、まあそうですね、うん、まだ今年見てないですけどね。見てないけども、ひょっとしたらあるかも分かんないね、はい、超打ってね、パンチ力めっちゃあってっていうところで、うんうん、でピッチャー、はい、これも水上だね、うん、いい年齢だからね、まあ、今までの成績から言うともうそうですね、うん、次27歳、これはもう選ばれる可能性十分あるね、うん、で今選んでる人たちと今回侍だった30人とあとメジャー組の千賀とかが勝負になるからね、うん、はい、ソフトバンク可能性あるのは3年後栗原選手とか。ああ、まあでももう怪我なかったら選ばれてるからね、まあ、そうですね、初選出ってなるとこれ野村勇だね。ああ、ユーティリティでどこでも守れるしね、うん、ユーティリティプレイヤーとして頑張っていけば可能性あるね、うん、ピッチャーは、まあ、今年次第だけど藤井だね。あ、3年後29歳だからね。おお、こう先発でうまく回れたら完全に入ってくる可能性あるね。すごいですね、そう、人生としてすごいですね、うん、まあ、もしくは大関だね。うん、可能性十分あるよね、はい、藤井は十分可能性あるね、次の大会に向けて、はい、まだ若いしね、何気にね。うん、うん、オリックスはもうピッチャー山下俊平だやろ。おお、これは今年開幕投手らしいしね、はい、これはもう十分に可能性あるよね。今年の活躍がどうかですね、本当に、うん、まあ、でも3年あるからね、うん、ここでうまく成長してハマっていけば面白いよね、うん、はい、野手はこれも中川やろ。あ、中川選手今何歳でしたっけ。26、今年27、内野も守れるしね、外野も守れるし、はい、いろんなとこ守れるっていうところでうまく成長できれば面白いんちゃうかっていう、はい、セリーグ、はい、野手岡林か。岡林だな。中日ですか。中日、岡林選手ですね、うん、うまくはまれば、うん、めっちゃ成長すれば石川っていう線もあるけどね。あ、石川昂弥選手、うん、ピッチャー、はい、岡澤投手とか、うん、まあ、よかったからね、あの走行試合で、うん、中地とかはまればあるんちゃうな、うん、沖縄からみたいな、はい、まあ、もちろん岡澤も可能性十分ある、うん、続いてカープはもうキャッチャー坂倉なのよ、はい、ここもレギュラーになる可能性あるからね、うんうん、ピッチャー何気に大瀬良とか選ばれてないからね、あ、WBC でももう次34か、さすがにきついか。遠藤投手とか、うん、
とか、まあ、松本とかね、うん、松本可能性十分あると思うな。あと床田だろうね。そうですね、可能性ある、年齢的には。あと、まあ、今年もサブメンバーで入ってたけど森浦は十分あるね、うん、可能性は。ついでジャイアンツよし、角脇来るかも分かんないよね。おうまくなればショート少ないからね、はい、十分可能性ある、うん、門脇は。ピッチャー赤星投手とか、まあ、はまれば横側とかあるけどね、はまればね、左出しで今年どうかですよね本当、うん、まあ、でもあと3年あるからね、うん、この3年間でどこまで頑張れるかだから、まあ、まだ22だからね、うん、続いて阪神。おい、阪神はもう森下か。いや、もう森下君本当なんか来るんじゃないかなと思うんですけどね。育っていければ、うん、いい形で、うんうん、ピッチャーはもうあれだな、西純也、才木だな。あ、そうですね。まあでも本当の、本当に俺は元気だったらもう高橋遥人だけどね。もう高橋遥人がもう元気だったら 100% 代表だね。もうこの元気次第だね。もう本当に、もう一番はもう高橋遥人だね。ほぼ元気だったらもうバリバリだよ。もうこれはもう、うん、今27歳高橋遥人、まあ3年もあれば怪我なくいければ面白いな、うんうんうん、完全、はい、DeNA 森やな。ショートが手薄だし、うん、うまく育てばピッチャー伊勢やな。もう3年後いい形であるかもしれない。伊勢投手おいくつですか？25。25、おお、28で、うん、いいですね、うん、ヤクルトのピッチャー吉村だね。はい、こういい形でいったら完全に中軸入ってくる、うん、よし、長岡やな。あ、まあ、今回も可能性あったからね、うん、もし源田が外れてたら途中からね、うんうん、でもそう考えたらあれだね、ホームランバッターいないね。あ、そうですね、ここら辺が、まあ、昼間ぐらいか、うまく育てばね。ロッテの中山口選手とかすごい期待したいですけどね、うん、そうだね、うん、あとはまあ、見たこともないやつ出てくるからねあのアマチュアからいきなり来て、だって宇田川投手だって去年のもう末にね、そう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 、頑張っていきなり代表ですから、そういう人がいますもんね、うん、しかも前年頑張れるかどうか一番大事だからね、うん、その場でね、すぐだからね、うん、でもここら辺と今の選手たちのミックスだから、うん、全員入んない可能性もあるからね、はい、今回の侍ジャパンが若かったからね、うん、そのまま横滑りして、そっか、だって20代前半の選手多いもんな、うん、今年の代表が。だから誰も入らないでそのまま横滑りで全員同じパターンもあるから、うん、あとはもう今大学3年生ぐらいだった可能性あるよね、うん、まだあと高2ね、うん、そうですね、今年新2年、うん、まではチャンスあるね。プロ2年目でいきなりドンもあるからね、うん、あの2年目にならないと1年目では無理だからね、あの3月に始まっちゃうからね、そうですね、うん、まあここらのだらこの3年後こと合わせやな、うん、この今名前出した各チーム2人だから24人のメンバーが3年後何人入ってるかだね、うん、答え合わせ長いですね。そう、答えは3年後だから3年後これちゃんと覚えとかないとですね、うん、こういう動画でもこれもの残るから動画で、はい、はい、皆さん忘れてたらあの答え合わせしてくださいって言ってください、うん、3年後に、うん、あとアマチュアのね、うん、人たちも可能性あるから、はい、あのまあ、3年後ね、うん、頑張ってね、はい、入ってもらいたいと思いますけど、さらにプレッシャーかかると思いますけどね、うん、はい、まあ、誰が入るのか答えは3年後です、うん、はい。